バッファロー大隊は、1960年のアメリカ映画、西部劇であるが、黒人差別を扱った法廷ドラマとしても見られる作品である。1880年、バッファローソルジャー第9期兵隊に所属するカントレル中尉が、強姦殺人の容疑で、軍法会議にかけられた、黒人兵のラトレッジ軍曹を弁護する、騎兵隊の指揮官である、 ダブニー・少佐とその娘であるルーシーが殺害されているのが見つかる。少佐は射殺され、ルーシーは交換の後、考察されていた。その際ルーシーが首からかけていた金の十字架のネックレスが盗まれていた。以下、結末を含む。裁判では、ダブニー・少佐を殺害後、 ラトレッジ軍曹は現場から逃走する者の頭部からアリゾナ駅境中のメアリー・ビーチャーなどの証言からアパッチ族の襲撃から彼女を守り主人公らに逮捕された後も一度アパッチ族との戦闘のどさくさに紛れ逃げ出すも再び第二に戻りアパッチ族の待ち伏せを知らせたいを救うなど英雄的行動が明らかとなるしかし検察側は殺害の容疑が晴れたわけではないと主張 そこで弁護側は、証拠品の金の十字架のネックレスと CH とイニシャルの打たれた狩猟用コートを持ち出す。これは、街や牧場を襲撃していたアパッチが身につけていた、ものでありこのイニシャルはアパッチに殺害された被害者のクリスのものと一致した。そして弁護人のカントレル注意はこれらの証拠から、犯人はクリスがルーシーを殺害し、その後家に来た。 ラトレッジ軍装が犯人だと思われ、少佐に撃たれて、正当防衛で反撃したと主張。しかし、検察は、金のネックレスと狩猟用コートは、ありあふれたものであり、他のものと混ぜたら、区別がつかない、イニシャルも他に該当者がいると主張。カントレル注意もこのコートは小柄な、クリスのものにしてはサイズが大きいと疑問に思っていた。そんな中自分の息子の罪で、 罪のない黒人兵士が死刑になるのを見ていられないと傍聴人として法廷に訪れていた雑貨屋を営むクリスの父親が証言台に上がり、この十字架は私が売ったものでその際に十字架の裏に傷があり交換を申し出たがルーシーは自分のものである印になるから交換しなかったと証言。このまま死んだクリスがルーシー殺害と交換の犯人として平定するかと思われたが、 カントレル中尉はその父親もイニシャルが CH であること、父親のものなら、このコートのサイズも不自然でないと気づく。そして、クリスの父親を問い詰めると、はじめは、息子が間違えて自分のコートを着ていったと証言するものの、ルーシに手を出して、自分の犯行を息子になすりつけようとしたことを認めるのであった。こうして、真犯人が逮捕され、 ラトレッジ軍曹は再び舞台に復帰するのであった。カッコ内は日本語吹き替え日本語吹き替え、初回放送日1975年10月26日、日曜洋画劇場、キネマ旬報ベスト1085回前市1924から2 0 1 1 1 7 1ページ。ありがとうございます。